札幌テレビ放送。札幌テレビ放送株式会社。札幌テレビ放送は、北海道を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者。略称は STV。通称は札幌テレビ。コールサインは、ジョケックス DTV、NNN、NNS 系列に属する。開局当初は、 テレビ単営局であったが1962年12月15日より、AM ラジオ放送も開始し、テレビが先行開局し、その後ラジオ放送を開始した、全国唯一のラジオテレビ県営局であったが、2005年にラジオ部門を分社し、ラジオ放送免許は株式会社、STB ラジオに継承され、STV 自体はテレビ単営局に戻った、詳細は後日。 マスコットキャラクターは、ドサンコくん、2018年1月1日対、キャッチフレーズは、どんどんドサンコ。テレビ視聴率は1992年度から全日で24年、連続首位。これは、全国民放最長の記録。1993年から2004年まで4巻を、続けていたが、2005年、2006年、そして2007年の年間視聴率では UHB に、 ゴールデンタイムとプライムタイムの2巻を奪われて視聴率4巻を逃した。2008年からは再び4巻に返り咲き、2016年まで9年連続4巻を獲得している。また2006年7月には月間視聴率でも UHB に全日ゴールデンプライムの3巻を奪われたため、月間全日視聴率主位の記録は153ヶ月。 1993年10月から2006年6月で止まった。その全日月間視聴率主位は2008年4月から2017年2月までの107ヶ月連続で、現在も継続中。発端は、北海道開発庁の諮問機関である、北海道開発審議会での黒沢取蔵議長、北海道政楽販売組合連合会、楽連。 現在の雪印めぐみるく創業者、当時北海タイムス会長、菊池吉次郎特別委員、当時北海タイムス社長、小樽新聞、読売新聞社が戦前道内で発行していた新聞出身、札幌テレビで初代社長、対1961年5月25日、後相談役、対1967年5月26日を歴任、 栗林徳一委員、栗林商会代表、札幌テレビで非常勤取締役を歴任、対百八十一年十二月二十七日、萩原義太郎、北端社長委員らの雑談であった。北海道に新たな民放を向けテレビチャンネルが割り当てられることになり、当時北海道新聞、同心の対抗紙として発行されていた、地方紙の北海タイムス、現在は廃刊は、 同心が北海道放送、HBC と親密な関係であったことに対抗すべく放送局解説を決意し免許を申請した。一方、日本テレビも一企業による全国放送を行うべく、函館放送局、ついで札幌放送局の免許を申請。さらに、産経新聞札幌市局を中心に、新道新太郎。 元日ロ漁業副社長と結びついた一派が免許を申請したほか、北海道に進出していた東京急行電鉄と毎日新聞社が手を組み、市か信いのユニ城出身、当時富士テレビ専務取締役とも結びついて免許を申請した。これらの各派を萩原が取りまとめて、札幌テレビ放送として一本化した。このため、開局当初から、 日本テレビとの関係が強く、また富士テレビとの関係も深かった。ただし、当初は、準教育局として免許されたことから、学校放送を放送するため日本教育テレビ、NE テレビ、現在のテレビ朝日ともネットを結んだ。創立事務局長は、大林武春北端財務課長が務めた。これ以降はテレビについての出来事のみ記述する。 1964年10月に7都市幹線ネットワークへ参加してから1972年4月に UHB が開局するまでの間は日本テレビと富士テレビのクロスネット局であった。しかしニュースネットワークは日本テレビ系の NNN のみに所属し富士テレビ系の FNN には加盟しなかった。また富士山系グループは STV との上位の資本関係はなかった一方、 役員は派遣していた。ニュース番組に限っては全て日本テレビ制作のニュース番組となっていた。このため、フジテレビは札幌市局を開設し、ニュース取材のみを別に受け持っていた。通常、FNN のニュース取材用市局は、系列局がないエリアをカバーするために設置されるが、系列局がありながら、ニュース取材のみ別対応となっていたのは、札幌市局が、 唯一の例となった。なお、1972年に FNNFNS マストバイ局の UHB が開局したため、フジテレビ札幌市局は撤退した。一般番組は双方のキー局から番組供給を受けて編成を組んだため、ゴールデンタイムプライムタイムでも遅れネットの割合が比較的高かった。平日に1 0時から放送していた。 富士テレビ系ナイター中継の兼ね合いなどからゴールデンプライムの編成は火曜日と木曜日が富士テレビ土日は日本テレビ月曜日はやや富士テレビより水曜日は富士テレビと日本テレビで接班。金曜日はやや日本テレビよりであった土曜の日中は大半が富士テレビ日曜の日中は12時15分からのズバリ当てましょう以外は 日本テレビ中心で編成が組まれていた。ゴールデンで放送できない30分番組は主に平日18時から18時30分に放送。深夜帯は午後11時が放送された後、フジテレビ系の遅れ番組というパターンが多かった。ゴールデンとプライムの編成比率は日本テレビ系がやや上回っていたものの、平日の帯番組は フジテレビ系の番組が多く放送されていた。平日の日本テレビ制作番組は、おはよう子供ショー、ロンパールーム、お昼のワイドショー、夕方15分アニメ枠、お笑いネットワーク、読売テレビ制作、ごちそうさまなど。フジテレビ制作番組は、小川博史ショ賞、東海テレビ制作昼の帯ドラマ、ライオン奥様劇場、タワーバラエティ、三時のあなたなど。 平日の帯番組は、フジテレビの比率が高めであった。UHB 開局の際、フジテレビ制作番組のうち、三時のあなた、江崎グリーコ枠、金管素人と民謡名人戦、ナショナルエレック料理教室、関西テレビ制作といった大型スポンサーがついた、番は VHF 派から UHF 派の UHB に移ることを、スポンサーサイドが拒否したため、 UHF 対応テレビの普及率の低さから引き続き STV で放送した例もある。ただし UHB は札幌オリンピックを見据え正式開局前である1972年1月14日からサービス放送を始めるという異例の対応をしたため1972年1月改編をもって STV での放送が打ち切りとなった版もいくつか存在する。企業 団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。STV では、情報カメラ、お天気カメラのことを、パノラマカメラ、パノカメと呼んでいる。当初は、札幌市の本社屋上のみの設置だったが、1990年に、早朝の情報ワイド番組、朝六星ワイド数都時に、函館、旭川、釧路の3都市のカメラを増設し、 以降道内各地に設置していった。また、2006年6月1日からは一部地点でカメラと伝送機材をハイビジョン仕様に更新し、相性をスーパーパのカメに変更した。道内のほとんどのカメラがハイビジョンになったことから、2014年現在ではスーパーパのカメの相性は使用していない。また、ハイビジョン仕様でない箇所でも2010年7月以降、4。 三標準画質を上下カットした16、9サイズにして放送している。なお、各地のカメラ映像は、STV のホームページでも、静止画で見ることが出るほか、朝の時間帯は、ZIP、5時台、6時台には STV から、裏送りされることもあるを通じて、動画でも視聴できる。なお、昼の時間帯については、東日本大震災発生直前まで、CS 放送、 日テレニュース24、生映像は12時20分頃のみ。他は、録画映像を通じて、動画で視聴できた。その他、美英町やセタナ町にも設置していた。以下のイベント期間中は、臨時にカメラを設置する場合がある。など、2011年7月24日まで放送した、地上アナログ放送では、札幌以外の各放送局にも、コールサインが割り当てられていた。 本項目では、札幌以外の各放送局が使用していた、アナログ放送のコールサインを親局の密記載する。放送エリア、石狩振興局全域、空地総合振興局中部と南部、尻部市総合振興局全域、いぶり総合振興局東部、日高振興局全域。送信書は、HTV と共同仕様で、2005年10月に完成。 中継局、放送エリア、空地総合振興局、北部、上川総合振興局全域、留萌振興局全域、宗谷総合振興局全域。2007年9月7日13時から試験放送を開始し、2007年10月1日より本放送開始。掲示している、社名ロゴは、現在のスピカ登場時のもの。 2007年10月1日より放送開始した地上デジタル放送は TEVH を除く民放各局と NHK 旭川放送局が共同で旭山に建設したデジタル送信所から放送される NHKFM 送信所の隣に新設される送信施設の建物は民放各局のみ使用され NHK は現行の FM 放送送信施設をそのまま使用 送信鉄道は t v h を除く民放各局と NHK 旭川放送局が共同で使用する。送信アンテナは NHK 使用分と民放使用分の2つに分かれる。アナログ放送には除期 TV のコールサインが付与されていた。中継局放送エリア、都道総合振興局全域、日山振興局全域、 函館送信所と福島中継局から放送される電波は青森県の一部でも受信可能。函館送信所は大間町周辺。福島中継局は中泊町小泊周辺。地上デジタル放送は既存の送信施設をそのまま使用送信アンテナのみ新設し2007年10月1日より放送開始した UHF 波を使用するため htbuhbtvh と同様に指向性がかけられた。これは他局の地上デジタル放送でも同様である。アナログ放送にはジョミー TV のコールサインが付与されていた。函館ガビア中継局は2013年1月よりガビア地区テレビ受信組合によるギャップフィラーでの送信を開始したことにより廃止された。中継局放送エリア イブリ総合振興局、西部、デジタル送信所は、TEVH を除く、民放各局が共同で測量山、旧 h b c アナログ送信所となりに、新設、2007年10月1日より、放送開始した。掲示している、社名ロゴは、現在のスピカ登場時のもの。アナログ放送には、ジアリー TV の、コールサインが付与されていた。中継局放送エリア、 都勝値総合振興局全域送信書は TVH と共同使用。地上デジタル放送は既存の自社送信施設をそのまま使用し2007年10月1日より放送開始した。掲示している社名ロゴは TVH が相乗りするまでは1959年開局時のもの敷きロゴを使用していたが、それ以降は現在のスピカ登場時のものに変わった。 アナログ放送には、ジョール TV のコールサインが付与されていた。中継局放送エリア、オホーツク総合振興局全域。デジタル送信書は、HTB、TVH と共同使用、2007年10月1日より放送開始。掲示している、社名ロゴは1959年開局時、正式ロゴのもの。アナログ放送には、ジョブックス TV の コールサインが付与されていた。中継局、放送エリア、釧路総合振興局全域、根室振興局全域。地上デジタル放送は2007年8月28日より試験サービス放送を開始2007年10月1日より放送開始した。デジタル送信所はアナログ未開局の TVH を除く各局が共同で新設した STV の ロゴデザインは現在のスピカ登場時のもの。鉄塔 UHF 送信アンテナは後から開局した TVH を含めて共同使用しているが局舎は別途建設された TVH を除く各局で共同使用している。アナログ放送にはジョジー TV のコールサインが付与されていた。中継局アナログ放送での音声多重放送は 札幌放送局を中心とする道央県でのみ実施されていた。これは放送対象地域が広大なことに加え、NTT の道内中継回線、全道ライン設備が手薄だった上、料金が非常に高額だったこと、さらに当期の送信書設備の維持管理にコストがかかることが理由とされていた。道内各地区で、 地上デジタル放送を開始した2007年10月1日から放送対象地域内全域で音声多重放送が実施された。音声多重放送に過酷語放送マークの表示は自社喪失である。以前はネット番組のみ製作局が送り出した。字幕放送は回線使用量の負担を現状維持できることから全道で受信可能。 自社制作番組以外の自社創出番組のうち、字幕放送に対応しているのは、それいけ、アンパンマン程度で、他の自社ネット番組では一部の番組を除いて、期待応である。地上デジタル放送の各機関局への道内回線では、北海道総合通信網、フォトネット所有の光ファイバー回線が使用されている。そのため回線使用量は、 従来のマイクロ波に比べて割安となっている。これは他の道内民放テレビ各局も同様である。また、ハイビジョン撮影されたニュース映像の伝送にもこの回線を使用できる。一方、NHK の道内中継回線は NTT の光ファイバー回線を使用している。深夜から早朝にかけ、フィラーとして日テレニュース24-9 NNN24CS と同時放送しており、全道で週夜放送を行っている。地上デジタル放送開始後は、プロ野球中継を中心に、音声多重放送で制作、放送されるようになった。毎週土曜日に放送、各局別ローカル放送となっている。なお、2010年6月からは、デジタル放送でも、地域別差し替え放送を開始した、前日。 また地上デジタル放送の一部では、札幌地区の番組名で表示される。かつては、毎週月から土曜日、年末年始を除くの11時50分11時55分に、かつ函館、日、帯広、水、札幌、木、苫小牧、金、釧路、土、旭川のパターンで放送されていた。また、釧路地区、帯広地区では、シーズカフェが放送されていた。 日本テレビの系列局として長らく巨人戦の中継を放送しており、巨人戦札幌シリーズも基本的に STV のアナウンサーが実況を務め、全国ネットで放送している。以前は札幌演山球場より生中継していたが、照明設備がないため平日のデーゲームとなっていた。現在は札幌ドームでナイター開催されており、通常のナイター放送枠内で放送している。 2004年より北海道日本ハムファイターズが本拠地を北海道へ移転し、北海道にプロ野球チームが誕生。他局が早々とファイターズ中心の放送体制に移行していったのに対し、STV のみ、ファイターズもいいけど、巨人もね、と巨人戦中心の姿勢を維持していた。しかし、新庄剛志の加入などで、ファイターズの人気が、 北海道でも定着し始めたことに加え巨人戦の視聴率も低迷していたことから、徐々にファイターズ中心の中継体制へと移行していった。2006年までは解説者も少なく、札幌ドームでの主催試合が中心だったが、2007年度以降は解説者を増員し、ビジターの試合にも積極的に自社スタッフを送り込んで中継を行っている。記述した。 番組以外にも放送されているものがある。ここでは放送時期の変更なども含んでいる。また、書記以外にも多数放送されている。UHB 開局までのもの。編成の都合上ネットできない一部のフジテレビ系番組は HBC や HTV にネットされていたカルビス漫画劇場など。星印がついているものはフジテレビと同時ネットの番組。印がついているものは UHB の開局準備、サービス放送開始のため1971年12月をもって打ち切りとなった番組。他多数 TVH 開局までのもの、TVH 開局後のもの、現在は編成局アナウンス部。以前はアナウンス課やメディアプロデューサー室編成局アナウンス部だった。 子会社 STB ラジオでのアナウンス業務にも同社に出向する形で従事している TBS テレビ &TBS ラジオ CBC テレビ &CBC ラジオ朝日放送テレビ朝日放送ラジオと同様事実上のラテ県営局共通は元アナウンス責任者過去楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください